ロックアイランドはアメリカ合衆国入りの一州、ロックアイランド軍の都市で同軍の軍庁所在地。ロックアイランドという地名はミシシッピ側の大きな島に由来する。この島は現在アーセナル島と呼ばれている。2010年国勢調査での人口は39,018人。モリーン、イーストモリーン、アイオワ州、ダベンポート、ベッテンドルフと共に、 クワットィズを構成している。クワットィズ全体では約38万人の人口を抱えている。市には国内最大の交渉であるロックアイランド兵器賞があり約6000人を雇用している。ロックアイランドでは歴史的な家屋、ダウンタウンの新しいマンション、中心街の新しい建物、木造の西洋書など様々な建物に入居できる。ダウンタウンには アートギャラリーや劇場、ナイトクラブ、カフェ、レストランなどが立ち並んでいる。ゴルフコース、公園、カジノ、植物園、マリーナ、歴史ツアー、サイクリングロード、フェスティバル等、娯楽、観光も充実している。市は24、7ウォールストリートが発表した手頃な住宅市場ベスト25にリストアップされた。開拓者が入るまで、この地域は、 様々なネイティブアメリカン部族が支配していた。19世紀初頭までは主としてソーク族に支配されていた。主要な村落であったソークヌクはロックアイランドの南側、ロック川沿いに位置していた。米英戦争の後、1816年に連邦政府は防衛のためにアームストロングトリデを築いた。ソークヌクはソーク族のブラックホーク州長が生まれた場所である。 1831年から32年にかけて行われたブラックホーク戦争は彼の名が冠されている。アームストロングトリでは連邦政府軍の戦時中の司令部としての役割を果たした。現在はブラックホーク州立史跡となっており、ソークヌクがもともとあった場所を含めアメリカ合衆国国家歴史登録財に登録されている。 ロック側に沿ったハイキングコースや博物館も併設されており、周囲は森に囲まれている。ハーパーハウスシカゴロックアイランドパシフィック鉄道は1851年にロックアイランドで組織された。ロックアイランドラインという曲でも知られている。19世紀後半には開発の一環として、ハーパーハウスとロックアイランドハウスの2つの高級ホテルが建設された。 ロックアイランド兵器賞では1880年代からアメリカ陸軍の装備品や兵器を製造している。鉄道は1980年に倒産し、生産された。ロックアイランドは市の地理的条件のため、協力についての豊富な歴史を持っている。1856年、アーセナル島とダベンポート間にミシシッピ川を渡す、る、初の鉄道橋が架けられた。 蒸気船の総ダッシュの多くは、橋がわざと航海を難しくさせるような場所に設置されたと感じており、この対立はセントルイスの蒸気船大使カゴの鉄道といったライバル関係に示されていた。橋が開通してから2週間後、蒸気船 FEF トン号が橋に衝突し炎上した。橋は大きく損傷した。f アフトン号のオーナーは、橋の会社を訴えた。 弁護士団の一員であったエーブラハムリンカーンは鉄道側を弁護した。このテストケースは合衆国最高裁判所で争われ、1872年に鉄道に有利な判決が下された。当初の橋は現存していないが、アーセナル島には記念碑が残されている。第15ロックダムとガバメント橋は上日の鉄道橋の南西にある。 ガバメント橋は1896年に完成した上層が鉄道、仮想が道路となっている珍しい橋である。ロックアイランドとダベンポートをつなぐ橋は他に3本ある。クレセント鉄道橋は鉄道専用の橋で1899年に完成した。先手にある橋は自動車専用の橋で1940年に完成した。最も新しいのは 1973年に完成した週刊高速道路2 8 5橋である。第15ロックダムは世界強行期の1934年に公共事業促進局の計画で建設された世界最大のローラーダムである。このダムは洪水調節機能ではなく川の高校を容易にすること目的としている。市の南側、マイラン市との間には ロック川が流れている。マイラン市との間にはヘネピン運河やシアーズダムもある。2007年、ロックアイランドとモリーンの市境付近とマイランを結ぶ新しい橋が完成した。これにより、マイラン市やクワットシティ国際空港、また国道67号で南へ向かう時間が短縮された。ロックアイランドは 北緯41度29分21秒整形90度34分23秒、北緯41.48917度整形90.57306度、41.48917-90.57306に位置している。2010年国勢調査によると、地域全面積は17.872平方マイルで、このうち陸地が16.85平方マイル。 水域が1.022平方マイルである。市の包括的年間財務報告書2010年版によれば、市内の大きな雇用者は、以下の通りである。2017年4月から、ロックアイランド軍裁判所の建設が始まった。延べ床面積4万6000平方フィートの建物内に4つの法廷、裁判所事務所、法律図書館、さらに巡回判事や州弁護士の事務所が備えられる。 2800万ドルが投じられたこの建設プロジェクトは2018年秋に完成予定である。旧裁判所は取り壊され、新たな建物が建設される予定となっている。市の大半はロックアイランドマイラン教育学区の範囲内にあり、南西部の一部分はロックリッチ教育学区に含まれる。ロックアイランドマイラン教育学区には13校の学校がある。その内訳は、 高校が1校、中学校が2校、小学校が9校、オルタナティブ教育校が1校となっている。市内にある私立学校はジョーダンカトリック小学校、アレマン高校である。ロックアイランドにはヒンドゥー教の寺院がある。寺院は2007年に開かれた。寺院が建設される以前はヒンドゥー教の礼拝者はセントルイスやピオリアに行かねばならなかった。 1920年にロックアイランドのダグラスパークで後に NFL となるアメリカンフットボールの試合が開催された。1920年に NFL に加盟したロックアイランドインディペンデンツが主催した。ロックアイランドアイランダーズはマイナーリーグの野球チームで1901年から1948年までの37シーズン存在した。本拠地は ダグラスパークでシンシナティレッツとフィラデルフィアアスレチックスの参加にあった。毎年レーバーデーの週末に開催されるロックアイランドグランプリには全米、さらに世界中からも選手が詰めかける。1997年に法的責任のためにレースが中止されたのを除き、1994年から毎年開催されているロックアイランド高校はバスケットボールや 陸上競技、レスリングで州のチャンピオンに輝いたことがある。アメリカンフットボールも長年にわたり、競合である。ロックアイランドには WHB 界 TV のテレビ局がある。WHBF はクアッドシティ地域に2つあるテレビ局のうちの1つである。かつては WHB 界 TV の姉妹局の AM、FM 放送局もあった。現在は、 それぞれ WKB 会ワルクと名前を変えている。ナショナルパブリックラジオに加盟しているワビッチは、市内のオーガスターナ大学が所有している、ラジオ局である。他には、WGVVLP のラジオ局がある。市には、アメリカ海洋大気庁、ウェザーラジオ、WXJ73 のラジオ局がある。番組は、ダベンポートのアメリカ国立気象局が作成する。 ありがとうございます。